こんにちは、土の子です。さあ、ぷいぷいモルカー続きやっていきましょう。今回はガチャ回でございます。9万メダル貯めました。300なんで、最大300連できます。ただですね、まあ全部当たったら終わりにしようかなとも思うんで、ここら辺の多分金のやつがなかなか当たんないんじゃないかなと思ってるんですけど、これ多分ね、あのパトモルカーだけ、僕前回のね動画で引いたと思うんですけど、パトモルカーだけが出てる状態なんですよね、金で。でその下が全然出てないので、どのぐらいいけば、コンプできるのかぴったりですね、300回回せるように調整してあるので、何回引いたかも見ていっちゃいましょう。ということでガチャ引きまくります。さあ、じゃあ金を引くまではどんどんあれですかね、ゴールド人参出んの普通にびっくりした。あのかぶってゴールド人参っていうのは分かるんだけど、ゴールド人参が普通に出てるんだ。でダブっちゃったからのゴールド人参でしょ普通にゴールド人参も出るんだねさあ金にならないといけないんだけど、これ300連でさ全然埋まんなかったらちょっと衝撃なんだけど、あのね、もうステージがね、簡単なステージやちょいむずのステージばっかりになっちゃってね、こう難しいところなんですけどもうあのステージに面白みを感じることはねほぼほぼなくなってしまったんで、やりごたえ的にはね。なのでコイン集めはもう極力したくない時期でございます。モルカダブルしか出てこないじゃん。もうこれもう金が出るまでじゃあもう飛ばしますね。来い、あ、来た。あら、かわいい魔法天使アビーだね。魔法天使アビーゲットかわいいぜ。金はもしかしてダブらない仕様になってたりするのかな。さあ、新しいモルカーゲット、オニキス、かわいいね。ちょっと何の登場回で出たのかちょっと忘れちゃったけど、あの魔法少女のやつはなんとなく覚えてるかな。なんかステージの背景にもなってたよね。さてさて、じゃあ行きましょうか。ゴールドが出るまでまた何回転かかるんでしょうか。また新しいモルカーゲットしたら止めましょうかね。それじゃあ、おわー来た結構あの、おお出ますね、タイムモルカー、タイムパトロールモルカー来ましたよ。いや、いいね、出るね、頻繁に出ますね。なんか特別演出なのとかあったりするのかな、この引く前にあったりするモルカーが。そんなことはなさそうだね。よっしゃ、ゴールドが出るまでまた飛ばしていきたいと思います。早くしようかな。何回転回してるのか見たいから。もう出るんかい素早くさせてもらえませんね、覆面白も可愛いな。結構あれかな、やっぱ初回にやった時は、金のねモルカーがほとんどいなかった状態なので、だから当たりにくかったのかな。今回はあれですもんね、結構僕金の方を持ってるので、今出てないモルカーが金のやつが多いので出やすいのかもしれませんね。今度こそ飛ばしていきましょう、行っちゃいましょう。あ、新しいモルカーゲットだったね、今。タンポポだって。お、新しいモルカーゲットしました。シロモちゃん。ナンバー2。シロモってめちゃめちゃ可愛いよね。お、来た。金来た。おお、ゾンビシロモちゃん。ちょっと溶けてるのがあれだねリアルだね。
よしよし、いいぞ。来た、来ました、金来た。あら、タクシーモルカーゲッツー、かわいい。お、来た、金来ました。おわおー、トレジャーモルカー黄金ゲット。来ました、金来たよ。出たDJ モルカー。ちょっと当たるリスト見てみようか。どこまで出た。あ、もうノーマル系は全部出てるね。今度は金が残り3、4、5、6、金が残り6個ですね。あ、来ました、金来た。え、マジ金ダブるの金ダブってゴールド忍者や。もう、あ、金はダブんないしようかななんて思ったんだけど、そんな甘いもんじゃねえぞこれは。マジか。ん、来ました、金。さあどうだ。おいおい、タクシー出すぎだろ。タクシー出すぎでしょ今の。3連続タクシーじゃないの、びっくり。お、来た、早い。今度はダブっちゃったねえねえ、まだ残り6個いるんだよ。6個いてダブり多すぎません、金の。来た、金来た。さあ来い、新しいモルカー寿司モルカーかっこエビ。コメントでね、え、本当にエビ乗ってるみたいって言って、ちゃんとね、寿司モルカーでエビ乗ってたんですねゲットしました。よし、いいぞ。残り5個だねこれで多分。お、来た、金来たよ。新しいモルカーゲット、ポストモルカーになりました。いいね、ここペースいいよ一気に。お、来た、金来ました。あのね、タクシー、タクシーだけ集まりすぎてない？タクシー、タクシーだけ運極できちゃうよ。来た、金来ました。ダブっちゃったー。来ました、金来たよ。新しいの来い。おお、出た出た出た、トレジャーモルカーゲット。残り3個じゃない？来た、金来た。どうだ、ダブっちゃった出やすいのかな今、出やすいゾーン入ったかな。さあこれ100連やりましたね今、5万9000までいったと思うんですけれども、101連しちゃったのかな。101連でどんな感じかっていうと、残りが1、2、3、あ、違う、え、ゴールド人参は来てるから、ウェディングモルカーと、救急モルカー、この残り2個になりました。パート1でね、確か2、30回回してるんで、今120、30回だと考えてください。目安になればいいかなと思って、どのぐらいコイン貯めてたらいいのかだよね。さあまた金まで飛ばしましょう。さあ残り2個、うん、かぶっちゃうよね。こっから難しそうだけど、うん、来た、久しぶり。さあどうだ、残念。おお、連続、連続だよ。ダブっちゃった連続って初めてだな。うい、3連続こんなことあるダブっちゃったけど3連続金とかみんな経験したことありますか
4連続はなしでした。すげえな、3連続金って。お、来たぞ。さあ、おー、出た出た出た、キュンキュンモルカ。さあ残り1つですよ、最後の最後の1つ。さあいつ出るんでしょうか。ん、来た。どうだ、ダブっちゃった。の、来ましたよ。さあどうだ、うん、ダブっちゃった。さあこれで150連目ですね。150連目まで到達しちゃいました。いやー、なかなか厳しいね。あー、ようやく来た。めちゃめちゃハマったよ。金出るまでめっちゃハマってた、ここ。まあ、ダブリでしたけど。あー、来ました。さあ、どうだ？あー、残念。来ました。さあ、どうだ？んー、ダブっちゃった。来た！来た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 ！どうだ？ダブっちゃった。お、2連続ダブっちゃった。これでですね、今200連終わりました。もうね、30分ガチャ引き続けてるよ。30分引き続けて、ここウェディングモルカ、残るはウェディングモルカだけ。行こう、残りの100連。ちょ、こい、100連で当たんなかったらきっちいな。来た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 、来い、ウェディング。あー、ダブルか。来た、さあ来い。あー、タクシータクシー来るか。の、来たぞ、ウェディング来い。あー、違ったに今ぬか喜びしました。今来たと思ったのに。マジかよ、今絶対来たと思った。目もしょぼしょぼしてきたよ、もう。来た、さあ来い、うん、あー残念。もう2連続、ん、頼む。もう当たってくれ、頼むよ。もうよし、来た、さあ来い。ダブっちゃったか。もうドキドキする。頼むから金もっと来て。連発しやすいのかな、なんか連発する感じしちゃうな。さあこれ250連目です。やべ、ちょっと待って、300連分しか用意してねえから、こっから超えられるとちょっときついんだけど、どんだけ貯めればいいのっていう話になってきちゃうから、頼むから300連以内には当たってほしい。これよかった。リアル課金とかだったら相当きついぞ、これ。300連とか。当たんねー。ウェディングさせてくれねー、ほんと。頼むよ、もう。もう当たってくれ。普通に当たってほしい。マジで。もうコイン稼ぎしたくないんだよ、もうステージ打ち止めてるから。きちい。よし、来た！頼む！出てくれ！ダブっちゃった。もう気合が入りまくる、マジ。金来たらよし来い。さあ出てこい。ダブっちゃった。もうお願いだよ、もう終わりが見えてきちゃった。よし来た。さあ出てこい。うーん、いやきっちー、マジで。どうしようかな、まあほんと300連で揃わないとかある？これ多分ね、パート1の合わせたらね、300年近くやってるような気がするんだけど。マジか、300連で揃わない。いやきっちい、これ。おー、まあちょっと最後まで希望を持って回しましょう。よし来た。さあ出てこい。
ゾンビモルカーね。くそねえ、もう残り10回になっちゃったんだけど嘘でしょ、僕9万メダル用意してたんだけどマジこれ夢ねえ、そろそろ1時間になるんだけどガチャ引いて1時間だって出ないんだけど、まだ嘘だろ、マジこれ、うーわ、コンプできないシナリオなんて僕の中用意してなかったんだけどどうせは100連ぐらいでクリアしちゃうんだろうなーなんて思ってたら、マジかよ、ここまでハマる。まあ最後の一つってね、本当に完全確率抽選だと結構ね、残りの1個って出てこなかったりするんだよね。一番まあ最後の1個が難しいっていうのがあるんだけど、それでもちょっと難しすぎはしませんか、これ300連で出ないってちょっとちょっとマジかよ、嘘だろ、夢だと言ってくれ。またこれステージやんなきゃいけないじゃん、僕何個ぐらい貯めてガチャやろうかなちょっとマジかよいや、せめて金来てほしい、最後に、最後でいいから金来てほしいね。あと2回しか引けないからあと2回しか引けない、いや、あと1回しか引けないねえ、おい嘘だろ、マジマジ話、9万メダル貯めてたんだよ僕、嘘、終わったやば、え、当たってるとかないよね。ねえ、ちょっと待って、当たってるかもしれない、見直したら当たって、当たってねえ結果300連プラスパート1で回した分合わせても、コンプできませんでした、ウェディングモルカー、うわ、もう検証だなこれは。ということで、次回もうね、もうストーリー考えてたんだよ。まああとガチャと上のねステージをこのねゴールドニンジンで解放して終わりかななんて思ってたんだけど、ガチャがまさか継続されるとは。これまたね100連分用意して1回1回ね出るまでちょっと回していこうかなと思います。そこからだね、ゴールドニンジンの解放、まさかこんなガチャが手強いとは。皆さんどうでしたか、これガチャってこんなに当たんないもんですか、それとも僕がめちゃくちゃ今現在引き弱い感じですかね。300連して揃わないとかビビったわ、これがね本気のあの課金系ガチャじゃなくてよかったでございます。ということで今回はね300回回して何回目で出ました、じゃあ次はステージにっていう予定だったんですけど、まさかの300連用意した9万メダルが全部なくなることになるとは思わなかったです。ということで次回は引くまでガチャ何回目で当たるんでしょうか。そしてね引いた後に、ゴールドニンジンを使ってねステージを解放して、それで終わりになるかな、モルカーのゲームは。ということでガチャ300連スカに終わりました。嘘だろ、こんなきついゲームだと思わなかった。それではツチノコでした。またステージ頑張ります。